現場を確かめましょう。社長王選手権イエーイ。ということで、まあ、5年ぐらい一緒にいるじゃないですか、うん、まあ、現場のことどれぐらい知ってるのかなと、うん、もう知り尽くしてるよね。うん、そんなことないんだよ。俺の中で一番縁が入んなかった人は、うん、自分のインスタのストーリーでその人のヒント1週間あげましょう。毎日あげて、毎日1週間。社長さん、どうですか？俺たちから内容感じてます？感じてます。いや、いいな、これ。早速行ってみたいと思います。はい、第1問。社長の好きなゲームは？いや、なんだこれ、お前社長やってんのか。これ俺、分かるよ。ちゃんとグラビティの YouTube 見た人は分かるよね。じゃあ回答、せーの、どうぞ。俺は機動戦士ガンダム戦場のオルフェイス。わかんない。だからガンダム、VS ガンダムなんちゃらブーストアタックみたいな感じ。あ、でもこれか、これか、これで分かったよ。答え見ようぜ、答え見ようぜ、答え見ようぜ。俺のね、好きなゲームはやっぱこれ、これしかないっすね。エクストリーム VS2 クロスブースト、かっこガンダムです。じゃあこれはちょっと全員違うか。全員違うな。誰がわかんないの？ああ、載せたし、この前まだ配信したばか。1問目から連絡だけ。1問目からです。社長が一番好きな漫画は？一番好きな漫画。いや、好きな漫画。まあ一回は言ってると思うけど、まだ連載中ですこれ。え、あ、それいいヒントだな。はい。漫画の締めなの。ちょっと。本当？うん。俺一回ね、これの服着る。何してんの？いや、なんかついちゃったのって。おーおーおー、クイズどころの話じゃなくなってる。じゃあせーの、どうぞ。こっち亀の、カイジ。あー、カイジだ。俺ワンパンマン。東京に帰ってくる時にずっと読んでて、社長ワンパンマン好きなんって言ったら、俺めっちゃ好きだよって言われたから、いや、連載もしてるから。考える余地もなくなんですけど、これです。キングダムです。熱い漫画がすごい好きでね、あの配給とかも好きだったんですけど、やっぱちょアクションも好きなんで、やっぱもう一番狙ったのこの漫画しかですね。これ意外と難しいな。やばい、すでに誰も一問待ててこれまずいの。やべやべ。次は比較的ね、あのやっぱり最低限の普通ぐらいの持ってくれてれば。やばい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 。好きな中華料理、中華料理は何でしょうか？中華料理？そんな話したかよ。でもしゃ、あ、これじゃあ好きな料理、せーの、モモマン、チャーハン、パンパン。モモマンは一番ではないって。モモマン好きじゃなくて、一番じゃない。自動が食っていくから。それはお約束なだけ。モモマン。これかな、モモマン。俺あの、大体中華料理食べるとき締めに絶対頼むっすね。だってモモマンネタだと思ってた。ネタで毎回食べてるとこさ、モモマンね。社長の保育園の頃の夢は？これちょっと難しいんでね。ついさんに見てきたもの、見てきたな、これ。じゃあもうあれしかないじゃん。でも実在しない、実在しないよ。ああ、そういうことか。俺分かってきたんだけど、俺その話社長から聞いた気がするもん。もっと。じゃあ行きますよ。せーの、忍者、侍。うわ、そっちに迷った。お侍だ。お前これ漢字間違ってるぞ。え、嘘。お待ちさんです。じゃあお前お待ちさん。お待ちさん。これです。忍者、サルトミサスケっていうのがね、なんか保育園で流行ってて、まあ忍者の名前なんですけど、そう、すごいそれになりたがってましたね。エロブラって、そう、エロブラってやっぱ忍者なんだよね。あ、そっか。お待ちさんじゃねえの。そうか。社長が一番好きな回転寿司のネタはこれなんですけど、これヒントはね、色のヒントだけ言っとくわ。赤いです。一応赤いです。
思うんだよな。知ってる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 。じゃあ行くよ、はい、せーの。わかりませんでした。サーモン金メダル。うわクジラ。うわクジラ。俺社長クジラ食べてるイメージなんだよ。これです。クジラだな。まさしか迷ったんだけど、クジラっすね。チームなんですよ、クジラ。一度食べると病みつきになりますね。社長のね、寿司ってことあるの？あ、まあ、あるよね。クジラとね、リットが食べてたらめっちゃ持ってくる。俺のインスタ見てればもしかしたらわかるかもしれないです。小学校6年生の時に、出場した少年の出場大会の時の作文のタイトルは分かるかな。じゃあいきますよ、はい、じゃあせーの。なんか当たるわけない。はい、諸行無常。河内丸、地球環境について大きい男になる。その時のね、作文のタイトルはこれ、継続は力なりです。そう、でもね、その時から好きになった言葉でもある、これ。今多分インスタ、俺多分この言葉入ってるから、まあ、だからヒント、インスタ。少年の出場大会で、そう、継続は力なりで全国大会行っちゃいました。じゃあラストか。もう、ね、あ、もう2人の仲いいや、うん、あのラストなんですけど、ラストは、ね、2個答える場所があるから2点分になる。おお、何、これが今一番行きたい国、そしてその国で最も行きたい場所は、うん、これはあの1点1点配分でラスト。1回でも言ってた、行ったんじゃない、なんか俺たちの場合に思うよ。単純に行きたいだけ、なんか理由はない。あ、まあなんか掴みたいんですよ。掴みたい。これは大丈夫。あれは、これでいきます。掴みたい。これちょっと自信ある。ちょっと自信あるかな。あ、もうでもいいね、いい二人が自信ある。自信ある。俺らが掴みたいのかな。あれしかねえな。あれしかねえな。せーの、どうぞ。僕、アメリカのロサンゼルス。ブラスがある。アメリカ、ラスベガス。アメリカ、ラスベガス。あー、アメリカ、ラスベガスでしょ。そうね。あ、なんかそのこと言ってたな。カジノは有名だよ。カジノ行きたいって言ってたわ。掴みたいってなんだよ。あ、そういうことか。人生で一度マジで行ってみたい、アメリカのね、ラスベガス。ちょっと憧れますよね。でもそれ聞いてたわ。ドリームをつかみに行ってみたいです。ドリームをつかみに行ってみてください。はい、ということで、3ポイント、3ポイント2、0ということで、ロスさんが1週間社長のいいところをストーリー投げてください。はい、おお、社長さん最後一言。大体好きなものばっか言えたんで、あの、これ知らない人はまだまだ、あの、捨て直して。いいから、ドリームを使いに行こう。ドリームを使いに行こうぜ。